もう反発だ。おい、わからんぞ。いや、これわかんないぞ。アンチャールド。わからない、わからない。やった、勝った。やだ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 。あーあー削り殺された。包帯に当たったか。包帯巻いてたのに。さあ、これでタカ5の藤原が8、5対8、5対8です。最初よりはマシマシ。いやー、今の冷静なゲーム感じ、 だいぶいい勝負だね。これはやっぱ、ね、ここでやっぱり差が出るんだな。サマットの動きだんだん固くなって、ゲージを制するものが。お前よく喋るな、実況じゃないのと言ってしまいましょうか。藤原がどんどんいい気になってるのが分かる。お疲れ様でした。5対10で藤原の勝ち。5対10。いや、藤原すごかったね。いやー、やりました。どうですか、感想は。いやー、気持ちいいですね。それはだいぶ伝わってきたよ、声を聞いてても。だんだん藤原が乗っていってたの。ノリノリになっちゃった。高さんすいません。ちょっとね、ちょっとこんな気持ちよくさせてもらえるとは。いや、感染してるのに、野球感染の感覚。おお、あれに弱い。あ、交流で。あ、もう黙って。あ、ダメだ。あ、なんか藤原の心折れちゃう。藤原の心が折れちゃう。藤原の心が折れちゃう。あ、もう。くそ。ああ。P です。今日初の P が。まだまだ、でも1本取られただけだからね。こんなんもやっちゃうよ。上でね。そしてセリー、セリーに当たる。こんなんダメだ、こんなんダメだ、こんなんダメだよ。こんなんはダメだよ、俺はダメだよ。どうやら藤原に戻っていく。足の間に格闘家の質は下がってしまった。試合時間50秒ぐらいしか使ってないんじゃないか、これ。ダメだな、もう。あ、フリーザの前に完全に心が折られる。クリリンみたいな圧倒的な力の差を。クリリン、まだ地球人最強だから。震えが止まらねえ。十字キーを触る手が震えとる。平行してそう、平行してそう。違うんだ。誤解勝つんじゃない。一回でも勝てれば俺の実質勝ち。サバンナの厳しさ教えてやるか。一回でも勝てれば実質勝ちだから。平行どころか減衰してるよ。負けたのがしないもんね。一回、その一回を一個に積み重ねて。そして、知らない間に。幸せになっている。そんな日々が続けばいいなって心からそう願って。ポエム語り出したぞ。花火が落ちりゆく中で夢に最近に出会えた。おお。いや、でも良い感じで、さっきよりは。いやー、モンボが重い。いやー、今鎧同士これもいいから。1回だけだから、本当にこの1回、これを掴めば俺は実質勝てる。あ、こんなんあかん。勝利を持ってるの嫌いなんだよ。無敵なんだ、大体無敵って。この差し合いじゃもう勝てねえよな。あ、終わった。おい、遠くに行くな。今の暴発で心が折れた。ああ、ダメだ、心が折れてしまった。視界が歪んでる。涙で前が見えなくなった。飛ぶな。すげえな、今飛ぶなって。おお、なんだな。ああみんな藤原を応援してやってくれ。このままじゃあいつ二度と格ゲーができない体にされてしまう。ここは藤原の人格を引き出している。
今何対何だよ、もう分かんなくなった。2対3です。心の中で10-0ついてんだろ。3人、あ、違うわ、しんすけが、あ、しんすけが3ですね。大体なんだよ、エナジーロボって絶対おかしいだろ。まだ2を知らないのかもしれない。エナジーロボってなんだよ。コメントを見てきて、チャットの雰囲気を見て、いいね、その雰囲気を見ると、体を壊しに行こう。そうだ、体を壊しに行こう。やばいな、やばいな、大丈夫しようかな。ザロデスト一回ぐらい勝ちたいな。さすがロボ、これね、バクしてんだけど願望になってるな。あー、ダメだ。ギオル、ギオルって、ギオルって目が見えてる。ほら、あー、見えてる。心が壊れるって、こんなん心が壊れるって。今のはあのバイオ4の実況ですね。CNR にある。あー、もう首折りを逃げに使う。クナイが当ててもコンボが繋がらない。諦めるな、藤原。まだお前には息吹がいるだろう。願い叶わず。勝利したシンスケから感想を一言。感想は特にありません。一番腹立つやつだこれ。クソマジでよ、本当に感想がないのよ。無意無臭の戦い、一番言われたくないやつだな。小6が小1のテスト解いた後に何も感じない。同じように